株式投資虎の穴林投資研究所チャンネル、こんにちは、林智之です。今日のお題は株価予測を当てる方法。普段からね、予測は当たらない、こういうふうに言っています。昨日上げたね、動画のタイトルも当てようと考えるなというものでした。まあね、競争だからね、当たらないわけですね。まあ、当たったり当たらなかったりなんですね。ピシピシ当てるというのはね、まあ、無理なんです。でもね、当たらないとやっぱり儲かりませんね。で、しかもね、当てようとこういうふうに考えている、こういう気持ちがある、だから真剣にポジションを作る。でなおかつね、そのポジションの対処ですね、うまくいってもうまくいかなくても手仕舞いを考えなければいけません。それをね、きちんとやる。そのためにね、やっぱり当てようという気持ちが大切なんだ。こういうことをね、普段から言っています。昨日の動画でもこういう話をしました。ここにね、もう一つ、実践で大切なことを加えようと。それが今日のですね、予測を当てる方法です。なるほどと思ったら高評価、グッドボタン押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ですね、予測が、外れる。まあ、相場用語でね、曲がると言いますけれども、予測が曲がったらね、これはね、儲からないわけです。ね。当然です。でもね、そういう時もね、まあ、損をね、少ししか出さない。小さく抑える。経費としての損失に留めておくと。こういうことですね。で、当たった時、これはまあしっかり取る。取れるだけ取りに行くと。無茶はしませんけれどもね、現実の範囲で取れるだけ取ると。つまり合わせてね、損傷利大。これがね、現実です。で、問題はね、この当たった、しっかり取る。この部分ですね。まあ、ここにね、真剣味が必要です。集中していないと結果につながりません。これをどう作るのかっていうね、このイメージというかね、これがね、今日のテーマですね。例えば、明日、高いか安いか、まあ、例えば日経平均、あるいはね、個別の銘柄。これ、毎日毎日ね、考えて、状況がこうだから、明日高いだろうとか、安いだろう。まあ、こういうふうに予測する。これはね、当たりません。一生懸命考えてもね、なかなか当たらない。でもね、やっぱりそういうこと考えますよね。結構、まあ、無理なことを考えていたりするわけです。やっぱりね、具体的な売買のタイミングを考えますから、そういう上でね、明日高いんじゃないかなとか、今日高いだろうとか、こういうことはね、考えるんですけれども、それをね、まあ、現実のポジション操作にね、無理に持っていこうとしないわけですね。それからね、どの銘柄でも当てる。これも無理ですね。なんかね、誰が銘柄を上げても、これはね、これからこうなる。これは下がるんじゃないか。これはね、当面横ばいである。こういうことを答えて当てる。これは無理です。ね。こういうことをしようとすると、やっぱりね、予測を当てるというところには、近づかないわけですね。空回りしちゃうわけですね。じゃあどうしたらいいのかというとですね。例えば、銘柄を絞る。もうこの銘柄しか見ない。それからね、状況を絞る。値動きによってね、状況違いますね。例えば安値にあって動かない。あるいはね、それが少し上がりかけてきたようだとかね。かなり上がってきて中段にいるようだとかね。相当熱くなって高値圏にいるようだとかね、まあ、こういう状況によってね、分かる部分と分からない部分もありますね。結局ね、大部分は分からないというのがね、答えなんですけれども、これを絞ってやるわけですね。この状況だったら、答えられる、予測ができるよと言ってね、こうケースを絞るわけです。まあ、これによってね、少し当たるようになりますよね。あとはね、期間を決めてね、
トレンドを見る。こう3ヶ月とか、じゃあ、5年のトレンドとかね。あるいはね、短期間でね、1、2週間のこう上げ下げ。こういう風にね、絞ってやってね、トレンドを見る。見るというかね、見出そうとする。こういうのがね、非常に実践的な見方だし、こういう見方をしていくと結果としてある程度当たる。少し当たると。まあこういうことですね。例えば、今ね、上げトレンドであると。上げの勢いがあるなと。まあこういうふうに判断した場合にはね、じゃあさっきのね、明日高いか安いか、これについてね、もう無条件でね、明日は高い、明日は高いと答えていくと。それによってね、まあ、半々よりは少し当たるんじゃないか。まあ、これがね、実践的な予測を当てる方法ですよね。普段どうしてもね、情報が多すぎるんですね。まあ、この、さっきね、絞り込むというのを言いました。銘柄とか状況を絞り込む。絞り込んでやるのが実践なのに、情報の範囲がね、広すぎるわけですね。まあ、視野が広い、視野を広く保つということと、情報をね、たくさん、ゲットして、何でもやろうとしちゃう。これがね、ごっちゃになっちゃってるわけですね。あとね、いつもポジションがある。これも問題ですね。全然状況を絞り込んで、ね、いないわけです。ね、いろんなもの持ってて、全部うまくやろうと。いつでも持っている。こういうふうにできないことをやろうとしていたりするのが、やっぱり問題だな。こんなことがね、浮かび上がってきます。はい、実践の中で、予測を当てる方法、どうやったら当たるのかと。非常に限界は低いんですけれども、少し当てる方法があるよと。こういうお話でした。最後までご視聴ありがとうございます。